何？私と一緒に遊んでくれるの？二人で本格スプラッター映画でも一本見る？もちろん。侵食体を切る時の手応えって半端じゃないもん。やばくて夢中になっちゃうね。どれからやっつける？聖戦だよ、ベイビー。エンジンの音、超気持ちいい。ガキどもが、アーメン。手応え最高。精霊よ、私に加護。はっ、パーティーはおしまいだ。この野郎だな。シスターシンディがまた変な映画を入手してきたんです。もう毎回わかりやすい場所に隠しているんですから。はい、これは審議会に伝わる正式な戦闘服です。少しおしゃれしているように見えるでしょうか。神のご加護がありますように。この祈りをお聞きください。救援を気をつけてください。皆さんに平和がありますように。さあ、聖なる方に栄光を。父と子と精霊の皆において、神の慈悲を施したまえ。皆さんに平和がありますように。いつもと様子が違うな。悪魔が取り付いたなら払ってやってもいいが。く、神よ、あの迷える子羊を救いたまえ。悟るがいい。はあ、懺悔せよ、神の皆のもとに慈悲を与えたまえ。ここで眠るがいい。は、本当に不思議です。知れば知るほど新しい真実が明らかになるではありませんか。ジーナとアイリですか？二人の小競り合いは記事にはなりません。犬が散歩好きなのと同じくらい普通のことです。いいえ、もう記者は辞めたので詮索好きという感じにお考えください。取材を始めます。はぁ、吹け。限界まで圧縮して。突風警報が発令されました。風に気をつけてください。貫け。アイリ様の正体大好きよ。特にジーナがバナナの皮を踏んで転ぶ時のリアクションが最高なの。お堅い雰囲気は嫌いなの。アイリ様がテンション上げてあげる。アイリ様ちゃん、あれ UFO？ 騙された？やっ、よそ見しちゃダメよ。ブン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 、ここは立ち入り禁止だよ。ほい、はぁ。見くびらないでもらえる？